はい、どうもこちら、渡辺です。今日はですね、待望の、ま、新型のアクションカメラがやってきました。今回登場したのはこちらでございます。DJI オズモアクション5 Pro ですね。こちらが今回誕生となりました。で、DJI のアクションカメラといったら、一つ前がですね、DJI オズモアクション4で、こちらもですね、非常にね、完成度が高くてですね、まあ、とにかく DJI のアクションカメラっていうのは、まあ、ユーザーのことをすごく分かってるっていう印象で、安定感があるっていうところと、利便性が高いっていうところですね、この辺が特に強いアクションカメラになってます。そして今回、5プロとなって何が変わったのかっていうところ、まあ、結構気になると思いますので、今回こちらを実際に使ってみてですね、細かい点も含めて紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、まず今回ですね、2つね、あるんですけども、こちら小さい方がですね、スタンダードコンボになってます。で、こちら大きい方がアドベンチャーコンボとなってます。まあ、付属品がいろいろ違うっていう感じですね。まず開封シーンを撮ってますので、どんな感じなのかですね、チェックしてみてください。はい、まずこちらがスタンダードコンボですね。はい、本体がね、こちらになってます。結構ね、手触りが軽いんですけど、この頑丈ってね、ところが伝わってきますよね。はい、で、スタンダードコンボのアクセサリー見ていきます。はい、クイックスタートガイドですね。はい、こちらバッテリー、USB-C ケーブル。はい、そしてマウントですね。マウントに関しては、マグネットで装着可能で、はい、こちらのネジで留めていくような形になります。背面はですね、繰り返し使えるこれ両面テープになっております。はい、で、あと専用のね、ケースが入ってます。はい、ケースに装着すると、こんな感じですね。まあ、しっかり保護することができるようになります。ちなみにケースに装着してると、こちらのマウントは、はい、縦でも装着できますので、縦動画も撮影が可能になります。はい、スタンダードコンボの付属品はこのようになってます。こちらアドベンチャーコンボですね。こちら開けていきましょう。はい、アドベンチャーコンボの中身はこのような形ですね。基本的に本体とケースは入っている。で、ネジがですね、1個多く入ってますね。このマウントもね、2個ついてます。で、あとこの自撮り棒がですね、ついてますので、この辺がね、大きな違いかなと思います。で、一番ね、違うのが、やっぱりこのバッテリーですね。バッテリーの方が専用のケースに入ってますので、こちらでまとめて充電できるのと、3本バッテリーが入っているというところが違いです。こちらが、アドベンチャーコンボです。はい、ということで開封しましてですね、中身がこちらになっております。まあ、パッと見の外観としては、そこまで大きく4と変わったなっていう感じはないかと思います。一応こちらが4で、こちらが5ですね。横並びにしてみていかがでしょうか。まあ、若干違いますよね。このレンズの周辺にですね、赤いラインが入っていたりとか、もちろんロゴもですね、5 Pro になってたりとかですね、違いもちろん分かるようになってます。はい、電源もね、つけてみましたけどもね、こんな感じですね。レンズ周りが少し大きくなったように見えますね。そして背面を見ていきますと、これも完全に違いますよね。ディスプレイのサイズが、結構変わってるっていうのが見えると思います。で、上から見ていくとこのような形で、録画の開始ボタンがちょっと大きくなって押しやすくなっています。この辺も違いですね。一応今回のモデルはですね、デュアルオーレットタッチ画面ということで、背面側もフロント側もですね、もちろんこれタッチ画面に対応しています。両方画面確認とタッチに対応しているのは、フォーも共通ではあるんですけども、このディスプレイがですね、この LCD から OLED に変わったっていうことですね。まあ、有機 EL になったので、まあ、より映像がね、綺麗に確認できるようになったっていうところですね。100% DCI P3 カラースペースを備えた、業界初の OLED 画面ということで、豊かで鮮やかなカラーを表示しますと。HLG の高輝度ディスプレイにも対応してますということですね。画面対ボディ比が約 16% 向上したってことで、まあ、画面サイズがですね 2.5 インチに拡大されているということです。まあ、これはまあ主なアクションカメラの中でも最大級となってますので、まあ、こう画面確認してる時にめちゃくちゃこれ確認しやすいんですね。まあ、ベゼルが全体的に薄くなってますし、まあ、4のこの左の方にあった黒いベゼル、ここもね、ぐっと小さくなって、まあ、左右のベゼルもね、均等に配置されてますよね。この辺もね、違いかなと思います。はい。で、基本スペックをお伝えします。で、今回ですね、センサーとしては、新世代の 1.3 分の1型センサーが搭載されてます。で、前作の
4も、実は 1.3 分の1型センサーなので、センサーのサイズは一緒なんですけども、一応世代が新しくなって、まあ、よりね、性能が向上しているということですね。今回、最大 13.5 ストップのダイナミックレンジを実現しています。このハイダイナミックレンジが 4K60fps の動画を生み出して、低照度時のパフォーマンスを大幅に向上させますということですね。低照度設定時の SN 比を2倍にしますということです。まあ、要は暗所に、さらに強くなったよということですね。そしてですね、今回業界初の高性能4ナノメートルチップを搭載しています。で、低消費電力と高い計算能力によって今回ですね、被写体のセンタリングやトラッキングなどの機能も、使えるということです。その他ですね、ダイビングで撮影したい方向けに圧力計搭載によってこの水深とか持続時間、それから高度データを記録して、まあ、撮影中の安全を確保してくれると。で、入水時の自動録画機能や出水時の録画停止機能も入っているということです。ケースなしでですね、最大20メートルの防水深度を達成しているよということですね。まあ結構だから水にも強くなったらしいです。そしてバッテリーの駆動時間はですね、最大なんと4時間になってます。これはおそらく設定次第になると思いますが、まあ、ちょっと軽めの設定にしてあげたりするとですね、長時間の撮影もできるのかなっていうところです。はい、ではですね、もう早速ちょっとこちらを使ってですね、今回はオズモアクション4と、比較をしてみたので、まあ、前作とどんな感じで違うのか、チェックしていきましょう。こんな感じです。はい、それではですね、これから DJI オズモアクション5 Pro でですね、撮影テストねしてみようと思います。今日はですね、ちょっと支笏湖っていう、ね、公園の方に来ておりまして、ここからですね、オズモアクション5 Pro のいろんな機能をですね、試しながらちょっと Vlog ね、撮ってみようかなと思います。はい。一応今日はですね、めっちゃ雨降ってるんですけど、オズモアクション5 Pro ですね、もちろん防水なので、雨降っていても大丈夫です。はい。で、画角のチェックですね、ここでしていこうかなと思います。今ちょっと暗めの場所にいるんですけど、今 4K60fps のロックステディオンの超広角ですね、ウルトラワイドで撮影してます。一番広い画角ですね。で、画角はですね、今11ミリ相当になってます。で、先にちょっと画角のテストします。はい、続きましてこちらがですね、広角になります。ちょっとさっきよりも歪みが減ってですね、こちらは13ミリ相当になってますね。はい、結構日常的に使いやすい画角なんじゃないかなと思います。ちなみにこのまま自撮りすると、はい、自撮りでこのくらいで撮れますので結構広くですね、撮影することができます。はい、こちらがですね、標準ですね、歪み補正が入っていますので、先ほどと比べてこのね、端っこの方の歪みがですね、減ってると思います。まあ、歪みを減らして、まあ、Vlog 的に、使いたいと、違和感なく、撮りたいっていう時なんかは、こちらのモードを使っていくといいと思います。画角はこれ15ミリ相当になっています。はい、自撮りするとこんな感じです。まあ、15ミリでも、まあ、かなり広いんで、普通にね、こういった幅広く、動画撮ることができます。違和感なく使えるっていう、ね、感じですね。はい、それではですね、アクション4とアクション5 Pro でですね、ちょっと動画をね、撮って比較してみようかなと思います。今横並びにしてね、比較しております。自撮りした時のですね、顔の写りの方はいかがでしょうか。基本設定はですね、合わせている形になります。じゃあちょっと歩きながら撮ってみましょう。いきます。基本的に設定はですね、全部一緒にしてます。 4K60fps で今回撮影してまして、手ブレ補正がですね、 RS ですね、ロックステディで、ウルトラワイド、超広角で撮影してます。ちょっと走ったりとかしてみましょう。はい、今ねこんな感じで走ってるんですけど、どうでしょうかね、手ブレとか。自撮りするとこんな感じです。ちょっとこのまま比較しながらですね、下の方も行ってみようと思います。画面で見る分にはアクション5 Pro の方がですね、結構明るくね、出てる気がしますね。アクション4の方はちょっとね、映像暗く出てるイメージです。今まだ日中なんでね、かなり明るいです。一応下の方に噴水があるので、噴水とかね、水場の映像もちょっと比較してみて、あといろんな機能をですね、これから比較してみようと思います。はい、噴水がやってきましたね。まあ、この辺結構アクションカメラの撮影とかでもよく来てるんですけど、まずこの止まった時の映像いかがでしょうか。
ちょっとここでまた一周走ってみましょうか。行きます。はい、一周走ってきました。まあこういう感じですね。はい、一応こちらがですね、手ブレ補正切ってる状態の一番ね広角な状態ですね。まあかなり画角広いと思います。手伸ばしても、ね、このぐらい広いし、足映り込んでるもんね。まあ相当広いですよね。はい、こちらがですね、超広角の手ブレ補正オフの状態。じゃあ手ブレ補正オフの状態で自撮りするとこんだけ広いです。めちゃめちゃ画角広いと思います。ただブレはね、微妙にね気になるかなっていうところですね。はい、でこちらがね、ロックステディに戻しました。超広角のロックステディですね。手ブレ補正が1段入った状態の画角です。でまず画角をちょっとね見ていくんですけども、次はですね、ロックステディプラスにしてみようと思います。はい、こちらがですね、ロックステディプラスになります。まあ、要は手ブレ補正がさらにもう1段強くなったモードです。でこちらのモード自体はアクション4でもあるので新機能ではないです。一応同じ機能として入ってます。画角がちょっと狭くなるんですけども、さらに手ブレが強力になります。一応こちらでもう一回ですね、手ブレ補正チェックしてみましょう。はい、手ブレ補正のロックステディプラスで、歩いてみようと思います。自撮りした時の画角はこんな感じですね。はい、では行きます。はい、ロックステディプラスです。走ってみると、どうでしょうかね、さっきと比べて、さらに滑らかになっていますでしょうか。基本的に手持ちでただこう走ってるだけですね。はい、これでこんな形になっております。はい、一応ですね、こちらがホライゾンバランシングですね。要は水平補正を入れてる状態です。で水平補正を入れててもですね、画角はロックステディプラスと変わらないですね。非常に、広く撮れております。ちょ比較用にですね、カメラをちょっとこうアクション4と5プロで同じように揺らしてみても、こんだけ違いが出てます。一応ホライゾンバランシングがオンの状態だと、こういうね違いがあるっていう感じですね。一応この機能は4でもオンにすることは可能です。はい、でですね、ここからは映像の方ですね。こちらはノーマルの10ビットのカラーになってます。一番最初は8ビットで撮っていたんですけども、映像の方ね違いありますでしょうか。10ビットになると、まあ、色情報が増えるっていうことですね。もちろんファイルサイズはその分大きくなると思います。はい、そしてこちらがですね、 HLG10 ビットですね。今回 HLG の撮影にも対応しているということで試しております。はい、HLG で一応自撮りをするとですね、顔の写りはこんな感じです。はい、いかがでしょうか。このような形になっております。はい、そして最後こちらがですね、10ビットの D-Log-M ですね。こちらはカラー調整がですね必要になってきます。カラグレをして、まあ、自分好みのカラーにですね仕上げていきたいという方は、こちらを使っていくと、まあ、よりね、自分の好きな色にですね調整しやすい、撮影方法になります。10ビット D-Log-M になります。いかがでしょうか。はい、10ビット D-Log-M で自撮りをするとこんな感じ。もちろんですね、10ビット D-Log-M の状態でこう歩き撮りをしてですね、まあ、Vlog 的にこう撮影するってことももちろん可能です。はい、ノーマル10ビットに戻しました。でさらにこちらがですね、4K120fps ですね。一番このフレームレートが高い滑らかなモードになります。まあ、こう歩いていたりとか、もちろん走ったりとかですね、結構激しめの動きをしてもですね、滑らかな撮影ができるっていう感じですね。はい、一応ね、こんな感じでちょっと動きのある撮影をしてみようと思います。行きます。まあ、ちょっとアクションしてみたんですけど、こんな感じですね。はい、であとですね、被写体トラッキングの機能があるんですよ。トラッキングされると何いいことあるのかなっていうのがちょっと分かんないんですけど、ちょっとこちらも使いながら、戻ってみようかなと思います。一応フレームがですね、モニターの方に出ておりまして、ちゃんと自分の顔をね認識して、トラッキングされてるっていうのが分かってます。ちなみに
あ、人物いなくなると トラッキングが、ね、中止になってますね。あ、で 4K じゃないんだ、 2.7K になってますね。あ、被写体を自動で追尾してちょうどいい画角に収めるような撮影なんですね。ってことは今ちょっと画角がどうなるか、こう端の方に移動したりとかした時に画角が調整されてるかな、うん、ということで最後ですね、こちら、また自撮りをね、普通の 4K60RS の超広角で撮ってますが、顔の写りがですねだいぶ違う気がしますね、うん、かなり明るく見えてますので、自撮りとかするときにも、顔の写りは結構ね4と比べていいんじゃないかなっていう気がします。はい、ということで暗所の比較をしております。これはですね、左がアクション4で、右がアクション5プロなんですけども、デフォルトの状態でね撮影しておりますが、この段階でもですね暗所性能断然5プロの方が高いですね。ノイズが、まあ、全然ね少ないっていうところが確認できています。ちなみにですね、今回スーパー夜間モードっていうですねモードがあるので、そちらをですねちょっとオンにしてみてですね、比べてみようと思います。それではまずこちらが、はい、スーパー夜間モードになっております。先ほどの、まあ、通常モードよりもですねもう一段この暗所のノイズとかが減ってですね、夜に撮影した時によりくっきり撮影することができるようになっております。もちろん、4と比べてもですね、ノイズはかなり少ないっていうのが、伝わると思いますので、アクションカメラで夜撮影したい時はこのスーパー夜間モードは、まあ、かなり有効だと思います。一応スーパー夜間モードは 4K の 30fps までになりますので、 4K60fps とかですね、そういったモードで撮影することができないので、その点だけ注意点ということになります。ちなみにですね、ちょっとこう比較しててね若干気づいたんですけど、同じ設定で撮っててもですねちょっとこの歪みが、違いますね。超広角のロックステディで撮っていると、今回の5 Pro の方がですね若干歪んで見えているかなっていう気がします。ちょっと画角もその分広いですね。これ設定が違うっていうわけではなくて、同じ設定でこのような違いが出ているようです。はい、ということで、一通り映像の方ねチェックしてみたんですけども、まずですね画質完全に変わりましたね今回。今までとはちょっと傾向もね結構変わったなっていう印象です。まあ、これまでの4はですねこの顔の写り方も、まあ、ちょっとね暗めに出る印象はあったんですが、今回、まあ、5 Pro になって、まあ、顔が結構明るくですね、自然に映るようになりました。でさらにその上で空が映った時の、空の青さとかですねそういったところの色味もより見やすくなったなっていう印象です。 F4 は若干ねこの雲が多くてですね青空がちょっとしか見えないような環境だともう青い部分はほぼ飛んじゃってですね、空が白く見えてしまっていたっていうところが結構ね改善されてるなっていう印象です。両方とも色味とかその辺はねデフォルトの設定になってますので、あくまでも取っ手出しのデフォルトの設定での比較になります。で手ブレ補正に関してもなんかちょっと向上してる気がしないでもないですね。まあもともと手ブレ補正悪くはないんですけど、まあ、ロックステディ時とかあとロックステディプラスにした時の比較をねこうしていってもですね若干この縦揺れみたいのが減ってる印象ではあったので、手ブレ補正も少し良くなったなっていう印象はありました。あと今回一番違うなって思ったのは暗所ですね。今回は、まあ、ナイトドライブの動画ですね、ちょっとこちらを撮ってみたんですけども、もう4に関してはもう夜のねドライブとかそういったものはもう完全にもうノイズがブワッとですね全体的に乗っているんですけども、まあ、今回5 Pro になって普通に撮って出しで、まあ、暗くなった時に撮ってもノイズが結構減ってました。で一応ですねモードがありましてですね、通常の動画ではなくてスーパー夜間っていうモードがあります。で、こちらにしてあげた方がですね、さらにノイズが少なくなって、この暗所がね、綺麗に映る印象でもあったので、夜撮りたいっていう時は、このスーパー夜間にしてあげた方がね、いいかなっていうところですね。ちなみにスーパー夜間っていうモードにすると、4K30fps までになりますので、ちょっとそこはね、一つ注意点にはなります。4K60 とかは撮れなくなります。はい、でですね、今回すごいところいっぱいあるので、細かいところですね、ちょっとお伝えしていきます。まずですね、今回、これマイクロ SD カードもちろん入ります。このバッテリーの横にですね SD カードのスロットがあって、ここにねマイクロ SD カード入りますが、なんとですねもうちょっと見せちゃいます。はい、メニューの方で行きますと、
じゃんと。今回なんと内蔵ストレージが入ってます。47.8GB ですね。はい。来たんですよ、内蔵ストレージ。もう SD カードがある場合はもちろん SD カードにね、録画していけばいいんですけども、こういうアクションカメラ使うときに結構あるあるなのが、SD カード忘れてしまったっていうときですね。そういったときに、この内蔵ストレージを活用してですね、その日の動画をですね、なんとかカバーするっていうことができてしまいます。最高じゃないですか、これ。これアクションカメラで、こう内蔵ストレージまで入ってるっていうのは相当珍しいと思いますので、これは一つの、もう DJI のですね、特権みたいなところに、今のところなってると思います。ちなみに同時の記録とかはできなくて、どっちか選択されてる方に、切り替えて、ね、使う形になります。今は SD カードが選択されてます。もちろんそれをね、内蔵ストレージに切り替えるっていうことができます。切り替えは一瞬で行うことができます。その他、写真の解像度が上がってます。写真は最大40メガピクセルで撮れます。一応こんな感じですね。もちろんね、超広角になってますので、広い景色を撮ったりとかね、したいっていう時に使ってあげると面白いと思います。結構ね、解像感上がってると思います。はい、そしてですね、やっぱりみんな気になると思うのは、長時間撮影ですね。で、今回ですね、車のダッシュボードにおいて、4K60p の長回しと、4K30p の長回し、両方試したので、どんな感じなのかね、チェックしてみてください。こんな感じです。はい、それではですね、ちょっとこれから DJI Osmo Action 5 Pro を使ってですね、長回しのテストをしていこうと思います。ちょっと時間をね、もう測り始めてます。今1分経ってるんですけど、ちょっとこれからね、ドライブ動画撮りますので、それで何分連続で、撮れるかっていうところですね、ちょっと検証していこうと思います。はい、それでは行きましょう。ガソリン代が入ってるってことだから、ね、そうそう、あ、切れた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 結果が出ましてですね、今後ろのカメラついてるんですけど、前方に置いてる DJI Osmo Action 5 Pro は36分ですね。で、熱停止しました。このガラスのね、このフロントガラスでっていう感じなので、うん、はい。まあ、結構頑張ってる方ではある。しかも 4K60 で撮ってるから、うん。うん。でもそのぐらいの結果ですね。はい。ではですね、ちょっとこれから、DJI Osmo Action 5 Pro の長回しテストですね。今度は 4K30p でやってみようと思います。前回 4K60p だと、この車のダッシュボードの上でですね、約36分で落ちたので、今回は 4K30p で長回しテストしてみようと思います。さあ、どんだけいけるのかね、楽しみですね。では、長回し行ってみましょう。よし、ちょっとね、目的地の方に着きましてですね、現在24分55秒ですね、経過しております。はい、ちょうど25分ぐらいね、経過したところですね。で、ちょっとこれからですね、このまま録画をしたままですね、ちょっと外に出てきます。お、まだ回ってますね。はい、今のところね、こちらですね、34分ぐらい今行きそうですけど、回ってますので、まあちょっともうちょい引き続きね、このまま回したいと思います。多分今日の条件って、前回 4K60p で、撮った時よりも、さらにね、アクションカメラとしてはね、きついと思うんですよ。前回撮った時は、曇ってたんですよ。なので、曇りだと、まあ、さらにですね、条件変わると思うんですよね。まあ、それを考えるとね、今晴天なんで、それでこんだけ持ってるっていう風に考えると、まあ、結構長くですね、持ってるような気がしますけどね。おー、前回の因縁のこの36分を超えましたね。いいじゃん。はい、無事に超えたようです。 4K30p かな、車内で長回しする時の設定としては。もちろんフル HD とかにするともっと余裕でね、長時間回せると思うんですけど、 4K でってなるとやっぱり 30p ぐらいがですね、ちょうどいいのかなっていう感じにはなってきますよね。よし、着きました、目的地。はい、今ですね、42分を超えたところです。まだ普通にね、撮れています。ちょっとこれからね、撮影とかをしてきて、また外に出てきますので、それでまた帰ってきてですね、ちゃんと撮り続けることができてるか、チェックしようと思います。では行ってきます。
すごい。じゃあ来た来た、今帰ってきましたけど54分いってますね。そんな感じで長回しできてます。 4K30 です。あー、これは嬉しいな。これだと、まあ、ついに安心して使えるアクションカメラになったかっていう感じですね。いやー素晴らしい。この環境っすからね、この車のダッシュボードで、撮れてますんで、非常にね安心感あるんじゃないでしょうか。このダッシュボードの上で1時間行けるってのは、まあ、相当強いのは間違いないですね。直射日光がっつり当たってるんで、この中で1時間行けるのであれば、もう本当に無限っていうか、バッテリーが切れるまでね、行けるんじゃないでしょうか。はい、これは強いわ。はい、現状82分ですね。1時間20分超えております。ちょっと見てみるか。あ、バッテリーまだ結構残ってますね。3分の1ぐらいバッテリー残ってますね。結果発表していきますが、今回まず 4K60p で車のダッシュボードね、そこにもう直接置いてですね、長回ししてみたところ36分で熱停止という結果になりました。 60p っていうのはそれだけね負荷が高いっていうことなんですね。そして一番これ驚いたのが 4K30p の、設定です。 4K30p で車のダッシュボードに置いたんですけども、結果としてはですね約160分撮影することができまして、最終的にはバッテリー切れで終了という結果になりました。ちなみに車のダッシュボードに置いていた時間はですね、そのうちの約90分ぐらいですね。なんでもう90分、もう夏の晴天のフロントガラスにさんさんとね、光が落ちてきてですね、まあ要はめちゃめちゃ暑くなって熱も逃げにくいような環境でもですね、90分耐えて、でさらにその後、帰宅してからですね、録画をね、続けたんですけども、もちろん熱停止することはなく、約160分でバッテリー切れというところまで行けました。なので、4K30p であれば、本当にね、もう無限というか、バッテリーが切れるまでいけるんじゃないかなと思います。あれ以上、熱がやばい環境ってなかなかないと思うんですよ。外で撮ってると、風とかがあるんで、ある程度それでね、ちょっとアクションカメラ冷えたりとかっていうのはあるんですけど、車のダッシュボードで光が当たるところって、無風で熱くなるんで、結構アクションカメラとしては厳しい場所なんですが、まあ、そこでの長時間撮影行けました。で、長時間撮影した時のファイルの分割に関してですね、こちらはですね、17.2GB ごとにファイルが分割されていました。だいたい動画の分数としては、1本あたり43分とか、そのぐらいですね。まあ、アクションカメラなので、やっぱりファイル分割はもちろんあるんですけども、今までよりも動画の1本あたりの時間がちょっと伸びてるんじゃないかなと思います。3分いけます。はい、そしてですね、もう一個これはちょっとね、めちゃめちゃ嬉しいところがあるので、ちょっとデモンストレーションもしながらね、お伝えしていきます。こちらです。DJI マイク2です。で、DJI の Osmo Action 4 は、DJI マイク2のトランスミッター一つまでは、完全にワイヤレスで接続ができました。ただし、2台の接続は、4はね、できなかったんですよ。なので、2台接続したいときは、レシーバーを接続する必要がありました。今回ですね、なんと DJI マイク2 2台このまんま接続できます。マジでこれは本当に嬉しいのでちょっとお見せします。で、 DJI マイク2は、まず電源をオンにします。両方ね。はい。で、今青くなってるんですけど、青く光ってる状態が要はですね Bluetooth のモードです。で、一応ですね赤いボタンですね、ここを長押しするとランプが緑に変わりました。この緑が、レシーバーと接続するときのモードになります。まあ、カメラとかで使いたいときに、使うモードですね。で、今回はこれではなくて、もう一回ね、この録音ボタンを長押しします。はい。で、Bluetooth に切り替える。この青いモードですね。アクション5 Pro の設定に進み、ワイヤレスマイクとタップします。TX1、TX2 とあるので、1個ずつやっています。で、この状態で今度は、ペアリングボタンを長押しします。リンクボタンですね。で、リンクボタン長押しして、今青く点滅してますが、はい、そうすると、ね、接続できます。今これ1台接続できてる状態です。で、もう1台接続したいとき、もう1台のリンクボタンを長押し、で、TX2 をタップ。はい、これで少し待つと、はい、来ました。いや、これでマジでですね、ワイヤレスマイク2台同時にね、接続できるんですよ。これが本当に DJI の
エコシステムの強さですよね。ここまでできるのは本当にね、なかなかないと思います。で、しかも、下のメニューの方に進んでいきますと、32ビットフロート録音にも対応してますので、音質もすごくいいんですよ。トランスミッターをフォーマットしたりとか、まあそういったことももちろん可能になっています。で、ちなみにですね、この録画画面に行きますと、この音声のゲージ、左右に振り分けられて、ちゃんとね、音量のモニターをね、することもできます。もうね、至れり尽くせりですね、完全に。はい、っていうところで DJI マイク2 2台の同時接続が可能です。最高すぎる。その他、アクションカメラの基本操作としては、下から上にスワイプで、撮影設定をですね、変更できます。最高で 4K120 までいけます。まあ、基本は 4K30 あたりがね、安定感あっていいと思います。右スワイプでモードの変更です。スーパー夜間、それから被写体トラッキング。被写体トラッキングをするとですね、2.7K までになるんですけども、例えばショート動画とかを撮りたいときに、自分が動いてもですね、自分をね、追い続けてくれるような設定になります。結構これ試してみたんですけど、面白いです。それからスローモーションとタイムラプスがあります。はい。あとスーパー夜間もあるっていう感じですね。で、写真もあります。撮影のメニューがね、変更できます。撮った動画の確認ももちろんできますし、上からのスワイプで、まあ、設定の変更ができるっていうところですね。で、こちらですね、右の方に、プロモードってのがあってですね、プロにしていくと、カラーをですね、ノーマル8ビット、ノーマル10ビット、HLG 10ビット、D-Log M 10ビットとかね、変更することができます。まあ、色編集別にいいかなっていう方はね、基本ノーマル10ビットとかノーマル8ビットとかですね、この辺が無難かなっていうところです。長時間撮影したいときは、ノーマル8ビットあたりがいいかもしれないですね。ファイルサイズが縮小されて、使用時間が延長できると。いうことです。で、映像設定っていうところで、まあ、テクスチャーとかノイズ低減とかですね、この辺もね、設定変更が可能。で、ホワイトバランスと露出も変更が可能です。お、すごい。マイクの設定もここにあるんだ。DJI マイクの設定で、ステレオとモノラルの変更できますね。これ、モノラルの方が、左右に振り分けられないんで、トーク動画とか撮るときはですね、使いやすいかもしれないです。この辺設定変更しておくといいと思います。で、カメラのマウントに関しては、まあ、これまでとね、同様ですね、マグネット式のマウントになっております。で、ここに撮影用のアクセサリーをですね、装着できます。はい。結構ガチッとね、しっかり、くっつけないといけない感じではあります。これ4とね、ほぼ同じだと思います。はい。で、今、装着したアイテムが、ね、これ新しいですね、専用アクセサリーになってます。充電がなんとできます。ちょっとですね、ケーブルがついてて、もう自撮り棒の方にもバッテリーが入ってるので、接続して、はい、電源をね、入れますと、はい、ここから給電されると。で、もうこの段階で、録画の開始もね、ここでできますので、この自撮りね、して Vlog 撮りたい時とかに非常に有効なアイテムになります。録画の開始も、はい、こんな感じでできるようになっています。その他三脚機能もありますので、はい、こんな感じでね、カメラをこう固定してあげて、撮影することもできます。ですね。はい、そしてですね、アプリの方を見ていきましょう。はい、アプリに関しては DJI ミモを使います。はい、で、こう接続が、今ですね、ちょっと試したんですけど、これ、ワイヤレスマイク使ってるときは、DJI ミモとのね、接続がちょっとできないですね。Bluetooth の接続がマイクに優先されるからですね。マイクの接続を解除したら、アプリとの接続が多分いけるはず。あ、来た来た。なるほどね。ちょっとここ注意点ですね。Bluetooth でマイク使ってるときは、アプリとの併用がちょっとできないっぽいです。で、アプリ接続しますと、このカメラボタンを押すとですね、もちろん、このような形で今どういう風に映ってるのかとか、そういったところも確認できます。もちろん録画のね、開始も、ここからね、行うこともできます。まあ、細かい設定とかをですね、やっぱりスマホのね、大きい画面で行いますので、まあ、アプリの方も非常に使いやすいと思います。はい、ということで、今日はこんな感じでですね、こちら DJI Osmo Action 5 Pro について、レビューさせていただきました。まあ、まとめますとですね、画質に関しても結構ですね、これまでとね、変わった印象になりまして、特にですね、暗所に関してはこれまで以上にですね、強くなったなっていうところを感じました。で、さらに嬉しいのは、やっぱりですね、安定感ですね。特に 4K30p で撮った時に、バッテリーがなくなるまでの連続撮影、しかも車のダッシュボードの上っていうですね、まあ
クションカメラにとっては一番、ね、厳しい環境で、長時間撮影ができましたので、ここの安心感は本当に強いと思います。その他ですね、やっぱり DJI マイク2を、ワイヤレスでデュアル接続できるっていうところなんかは DJI でしかですね、やっぱりねできないようなですね、ところになってくるのかなと思います。やっぱりですね、こういったユーザーのことを考えた、まあ、使いやすさをとことんで追求してるっていうところは、まあ、DJI ならではの特徴なのかなと思います。ということで今日はこんな感じで以上になります。この方が良かった方、高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。